秋冬の新作、私が気になっているファンデーション。ファンデーションといってもかなりの幅広い種類があるので、まず最初にリキッドとかクリーム、水物っていうのかな、水油物をやって、で次にパウダーで、パウダーもこうプレストとか、あとこうルースパウダーとか、まあ、ファンデーションの効果からファンデーションの色のような調整効果がないものまで、まあ、パウダー系。そして3つ目はクッションファンデーション。私はあんまりクッションを使わないんだけど、1回使ってあんまり合わないなってことがあったんですよ。だけど多分ね、その頃から今だいぶ改良されてると思うので、ちょっとチェックしようかなと。4つ目はその他、例えば、まあ、ハイライトも含めたファンデーションだったりとか、あとコンシーラーチックな感じとか、スティック状とか、その他、これが4つ目にいきます。長くなるな、分けるかな、そうね、のタイムスタンプを概要欄に貼っておきますか。何時何分何秒ぐらいに、パウダーララ始まりますみたいな感じで貼っておきますかね。では行きましょう。まずはディオール。ディオールは先日もね、近所でイベントやってたんですよ。でバックステージっていうラインがあるんですよね。ディオールバックステージフェイス&ボディファンデーション。でこれなんでフェイス&ボディってなってるかっていうと、ウォータープルーフ処方だから、まあファッションのイベントって顔だけメイクすりゃいいってもんじゃなくて、こう足とかこのデコルテのあたりとかバリバリメイクするから、服にカラーが映らないようにウォータープルーフにしていると。でそこら辺がバックステージならではなんですよね。であともう一つ、色展開が21色展開。これはね、まあ、ディオールだから国際的なのもあるんだけども、いろんな肌の色の人種がいるから、その人種のモデルさんに合わせてカラバリもね結構幅広いんですよ。前ねアメリカ住んでた時にネイルのカラーも、日本だと割とこう落ち着いたネイルカラーで、こう日本人の肌に合うようなカラバリばっかりこうサンプルで置いてあるんだけど、アメリカのネイルサロンってかなり奇抜な色とかすごい幅広いんですよね。あとドラッグストアに行ってもやっぱりファンデーションのカラーも絶対これ使わないでしょうみたいな、日本だったらねそう思われるカラーも向こうでは使う人がいるんですよね。そこら辺がディオールはやっぱりね違って21色展開なんだなと。っていうね、このディオールの21色展開でウォータープルーフって、ここが気になってます。あとボディにも使えるっていう、これがねリキッドかな、そうですね、リキッドタイプですね。はい、次コスメデコルテ、ザ・リキッドファンデーション。すっごいシンプルな名前。 SPF が 20PA が 2+、そんなに UV カットレベルは高い方ではないけども、ちょうど程よくっていう感じかな。高すぎると肌呼吸できなくなったりするから。全7色 30ml 入りで5,000円。デコルテはねまんまんなお値段するんですよね、まあ、ディオールほどじゃないけれども、ディオールはバックステージだからちょっと安いだけで、通常のディオールはもうちょっと高いラインですよね。でコスメデコルテはなんでこれピックアップしたかっていうと、素肌に近い光の反射を持つスキンフュージョンパウダー、これをねなんか使ってて、気になるところどうしても重ねたくなっちゃいますよね。重ねても透明感を感じる、厚塗り感は感じないらしいです。ただ問題は若干ツヤ肌、あ問題って言っちゃったけど、私はマット肌なんですよ。マット肌が好きで、もうずっと長年メイクを始めてからずっとマット肌が好き。なんでかって、なんだろうね、好き嫌い特に深い理由ではないんだけど、ずっとマット肌が好き、うん、あとやっぱり私が生まれて初めて買ったコスメがコスメデコルテなんですよ。なのですごくね合ってたんですよね。
すごいリピートしてました。生意気にあのデコルテのカウンターで買って、まあお姉さんすごいいろいろ営業されるわけですけれども、コスメデコルテずっと買ってましたね。一番最初に愛用したブランドです。次、イプサ。この前付録でもイプサのサンプル使ったんですけども、1個ねすごいお気に入りのものがあります。イプサリテクスチャリングファウンデーションファウンデーションか、 SPF25PA2+。 これも UV カットウォッチはまあまあくらいですね。でもこのぐらいあれば日中は十分で、全6色で 25ml、 25ml で4500円。これは9月14日発売で、まだ発売じゃなかったんだ。で、これってファンデーションにオイルをミックスしてテクスチャーを変える、だからリテクスチャリングっていう名前の通り、ミックスするオイルが2タイプあって、こう輝きを増すツヤ感を出すのとマット感になるのがあるんですよ。で、輝きを増すツヤ仕上げにするのがクリエイティブオイルのシアーゴールドで、マットな感じ、フォギーな感じかにするオイルが、名前がエアリーホワイトっていうんですけども、私はこのエアリーホワイトの方がお気に召しました。これはね、両方ともオイル、多分作り上げるからクリエイティブオイルっていう名前、ただこれオイルなので、私はコンビネーションスキンだから T ゾーンとかにはやらないで、こう乾燥しやすいこういうとこにこのオイルを使う。で、マット肌に仕上げたいけど乾燥もさせたくないっていうわがままな要望に応えてくれるんです。ただ私はファンデーションにはミックスしませんでした。ファンデーションはなんかね、ガサガサになる、なんて言うんだろう、多分オイルをミックスすることを前提に作ってるのかな、ガサガサになる気がしたんですね。で、これから秋冬だからちょっとテクスチャー違うかなと思って、リテクスチャリングなんだけど、私はこのオイルオンリーだったら、まあ、下地のさらに下に仕込むオイルとしてありかなと思ってます。オイルはね、クリエイティブオイル、エアリーホワイトで、どちらのクリエイティブオイルも 15ml しか入ってない、すごいちっちゃいサイズで2500円で、9月14日発売だから、これファンデーションをおすすめしますというよりも、ファンデーションにミックスするはずのオイルがオイルオンリーで使うとすごく良かったっていうので、ちょっとお話ししました。ちなみにファンデーションの方が4500円で、まあ量も多いからね。次はね、エレガンス。エレガンスはモイストシェイクアップ、名前からして潤んだなと。そしてシェイクアップね混ぜるんですね。確かにこれ2層になってますね。モイストシェイクアップは全部で5色で 35ml で5000円。エレガンスはこのぐらいの価格帯だったかな。発売日が9月17日、まだまだ先ですね。説明をよく読むと、どうやらこれオイルじゃなくて2層になって沈んでるのはパウダーなのかな。ローションとパウダー層からなる2層タイプ。よかった、オイルだったら多分ね、ちょっと油分でアレルギー反応起きちゃうタイプなんで、水分は取り込むけども油分はあんまり欲しくないので、ローションの層が上積みの層っていうのかな、クリアな層 で下に沈んでるのがパウダー。そしてこのパウダーが3種類のパウダーなんですって。それは気になる。多分ね、3種類入れてるには訳があるんですよね。どうやらこれは毛穴の凹凸をカバーしてくれる、これ重要で、毛穴の凹凸をカバーしてくれるって、だいたい毛穴が気になるこういうオイリーゾーンですよね。だからオイルを入れたらもう持ち手のほかだと思ってたんだけど、どうやらそうじゃない、ローションとパウダーだって。確かにオイリー肌の化粧水でトナーとかってパウダーが入ってるやつ、こうシャカシャカって振ってローションを引き締めしますよね。なんかその要素があるかもしれない。光を拡散反射して透明感ある明るい肌にって書いてあります。そう、次気になってるのはディセンシア。ディセンシアってスキンケアのブランド、すごく敏感肌の人にもいいブランドで気になってたんだけど、
正確には9月25だから、あと1ヶ月ぐらい待たなきゃいけないんだけど、次戦士やアヤナスリキッドファンデーションコンセントレートっていう名前で SPF25PA2+、 これも日常使いには十分ですね。全2色、ちょっと色が足らないかな。他のカラー調整でなんとかそこカバーするっていう手もあるけれど、で 25ml で5500円。どうやらね、3層のレイヤード設計、3層のレイヤード後で調べたんですけど、これシリーズでベースとファンデーションとパウダーセットで使いましょうねっていう意味らしいです。ただこのセットになるとかなり崩れにくくって、こうフィット感が増してくるそうです。スキンケアと同じ美容成分を使ってるんですね。ベースにおそらくこの美容成分を使ってるんですね。だから敏感肌にも負担がないって書いてある。そう、ディセンシアは基本敏感肌でも使えるから、やっぱりこのファンデーションも敏感肌でも大丈夫っていうラインは崩さずに来ましたね。ちょっとこれも敏感肌っていうところで気になってるアイテムです。次、これね、まだ使ったことなくて、でもすごい気になってるのがプレイリスト。どうやら資生堂インターナショナルのブランドなんですけども、でプレイリストの、私が気になってるのはこのファンデーションの前に1個気になってるのがあって、コンシーラーなんだけど、激細細いコンシーラーがあって、このペンシルタイプっていうのかな、クリクリって出すタイプなんだけど、ね、楕円型の芯、これはね、また楕円っていうのはいろいろ太くもかけたり細くもかけたりすると思うんだけど、そのペンタイプで、まあ、ペンにも置けるし、ある程度の面にもかけるコンシーラー、名前がノイズキャンセラー。これ気になってて、でもまだ発売されてないのね。9月1日発売、間もなくだけど、結構ね、お値段お手頃っていうのかな、手に入りやすい2500円なんです。これだってシミとかで、そのちっちゃいところとかで本当ね、ちょっとやりたいのに、コンシーラーブラシでちょっと取ってやってもいいんだけど、だいたいコンシーラーブラシで取れるテクスチャーのって、まあ、超硬いのはなかなか取れないから、これね、鉛筆っていうのかな、ペンシルタイプですごく硬いのにちっちゃい面積塗れるっていうのがなかなかないので、それすごい気になってたのね。全3色だって、で自分のベストのカラーに出会えたらいいんだけどなーなんて思ってた矢先、同じプレイリストのシリーズのファンデーション、これも9月1日発売予定か。そうだ、さっきのコンシーラーも予定ね、まあ、予定だけど9月1日ね。でファンデーションの名前はリアルテクスチャーリキッドファンデーション。お、キャッチフレーズがねすごいの、 8K 画像にも耐えられる。 8K ですよ、今 4K、 ちなみにこれは HD です。 4K より落ちちゃってるんですけど、 8K 画像に耐えられる、よしやってみようじゃないかって思いますよね。で光の効果でデコボコ色ムラを補正。私はこの毛穴がね気になるから、デコボコ補正ありがたい。 8K 画像に耐えられる、これも素晴らしい。よれにくい、うん、これも3色だ、全3色、プレイリストは3色なのね。で 30ml で3800円。おお、これもお手頃じゃない？ 30ml だもんね。うん、お手頃価格。あとね、もう一個気になってんだけど、これは一体どう使うのか。プレイリストの中のフリュイドパウダー、スティック状の容器に入ってるんだけど、パウダー、しかも乳液状パウダー、何それと思って。 30ml で3500円ぐらいらしい。これも9月1日発売。これね、下地にするのかな、石鹸性を制する極上セミマット肌だって。うわー、セミマットね、欲しくなるよね。で乳液状パウダーだから、しっ
っとりさせたいのに、でもマットじゃなきゃ嫌だっていう、こういうところ、ね、だってここにツヤがあったらなんか食べこぼしっていうか、ドリンクここまでつけちゃったみたいな、だらしない感じになるので、私はマットがいいんだけど、でもここを潤わせたいんですね。あとこことかもそうですよね。冬はすごい乾燥してくるから。なのでマットはキープするけれども、ちゃんと潤うっていう、この乳液状パウダー、これめちゃ気になります。イプサ の、 あのサラサラにするオイル、あれもしっとりするのにサラサラだから、中しっとり外サラサラみたいな、外サクサク中ふっくらみたいな、美味しそうな感じこのねプレイリストちょっと気になるんですよね。なんかサンプルとかもらえないのかな。サンプル買ってもいいですよね。売ってるなら買いたい、で試してから現品買いたいんですよね。はい、次マリクワ来ました。マリクワ好きなのよ。マリークワント、クワントバイマリークワントのトリートメントリキッドファンデーション。まずマリクワが好きだから、マリクワってだけでちょっと見ちゃうっていうのもあったんだけど、読んでいて、おシワや毛穴をオフ、きた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 、毛穴オフ好きなんですよ。シワはねまだ気になってない。いやでも今からちゃんとケアしといた方がいいと思うんだけど、毛穴気になるので、ブルーライトなどの外的刺激から保護。ブルーライト、そうやっぱりねパソコン作業とかね長いので、ブルーライト相当浴びてると思うから、ブルーライトをこうブロックしてくれるなんて言われたら、それもおおって思いますね。マリクは今んとこすごいいい感じできてますね。どっちかっていうとマット寄りな仕上がりみたいで、それもいい、それもいいわ。 SPF は 24PA は 2+、 これは日常使いに行きますね。 SPF 高いと重いからね。カラーは全5色、35g で6000円、ちょい高かな。あでもそれだけ効果がいろいろ入ってる。毛穴も見せなくしてくれる、毛穴オフ、ブルーライトカット、エイジングケア、あー光老化をケアするのかな多分。アルビオン、アルビオンはね高機能なブランドですよね。高機能、アルビオンスキングレーシングファンデーション、これは SPF25PA3+ で全6色、30g で6000円、まあデパコス価格ですよね。日常使いの UV カットレベルが多いのはやっぱり秋冬ってこともあるだろうけれども、スキンケア効果を考えると UV カットレベル上げちゃうと負担なんですよね。そこら辺のバランスを考えて、日常使いでいける UV カットレベルにしてるんだろうなと思います。でじゃあこのアルビオン様はどんな効果があるのか、ちょっとね最初よく分かんなくて2回読んだんですよ。2回読んじゃったんだけど、絵の具を何層にもこう重ねる、でも透明感を出すっていうのが、これがなんかね絵画の技法でグレージングっていうらしい。あそうだからタイトル、商品の名前がスキングレージングファンデーション、お層を重ねる技法グレージングで、そこの発想からなんとカバー、透明感、ラスティング、この3つがそれぞれ3層に分かれてる、すごい。ただねちょっと気になるのはややツヤ肌になるんですって。そこが気になるかな、まあ、ツヤ肌好きな人はいいけど、私この上でパウダー重ねるかな。せっかく透明感出してもパウダー重ねちゃう、まあ、ラスティングとカバーがあればまあいいかな。次ナチュラグラッセで、ナチュラグラッセは私今までもすっごいいっぱい使ってきて、パウダーはとっても合うんですよ。なぜかリキッドクリームファンデ全部ね買って使ったんだけど、もろもろができちゃう、そうすぐねなんかポロポロ落っこってくる、それが気になってて、その点が改善されればナチュラグラッセ様々なんですけどね。一応ね、これはクリームかな、ツーウェイクリームってあるね。ナチュラグラッセメイクアップクリームシアーモイスト、 SPF40PA3+ なかなか高いですね、攻めてきてます。
30g で2800円、これ9月1日限定発売って、限定発売、そうなんだ。偏光パールによる光の拡散、ソフトフォーカスによる補正効果を同時に叶え、だから 2way なの？なんかすごいキラキラ感が強い。そう、あのね、今までもナチュラグラッセがリニューアルした時になんかね、こうパール感が強くなってくるんですよね。なんて言うんだろう、こう自然とぼかすっていうよりも明らかにこうパール感を感じて、ツヤ肌を目指してるような感じがしたので、そういうことかな。ただやっぱりその敏感肌だからナチュラグラッセのシリーズはすごく気になるので、それでチェックしてみました。次パウダーいきます。パウダリーファンデーション、まずね、ちょっとこれ気になってるんだけど、ゲランのファンデーションでランジュリードポーコンパクト、何これ、フランス語、マットアライブ、何英語ドポーってね。で、SPF15。おー、PH 書いてないけど、SPF15 っていうから、あんまり UV カット期待できないけど、もう室内限定って感じなのかな。全3色 8.5g。で、7500円。ザ・デパコス来ましたね。で、9月1日発売。で、これなんでピックアップしたかっていうと、すごくね、不思議な粉末が、伸縮ビーズ、伸び縮みするビーズ、これが肌の動きに密着してくれる。ね、そんなことってあるのって思って。で、長時間崩れにくい。なるほどね。伸縮してくれるからね、そこが気になったので、仕上がりはどっちかっていうとマット寄りみたいですね。で、ランジュリーって名前はどうやらランジェリーをまとったような軽やかな使用感だからだって。私またアルビオン選んでるね。アルビオンパウダーもアルビオン選んでます。アルビオンエクシア AL パウダーファンデーションエクストリーム、これは SPF25PA2+ で日常使い、全6色 12g で12000円、はい、デパコス価格きましたね。ただこれね、シミ毛穴隠してくれる、これいいよね、カバー力やっぱり重要で、それだけじゃなくて深いシワもぼかしてくれるらしい。深いシワもなかったことにしてくれるのは、顔の動きにしなやかにフィットする化粧膜、なんだそれは。でもアルビオンだったらやりかねないでしょやってくれそうな気がするの。アルビオンってパウダリー特有の粉体の落ち込みを防ぐんですって。なんだそりゃ。で、仕上がりはバリバリマット肌になる、すごいいい。そこまで深いシワないけど、ただここら辺のほうれい線、もうこれシワというレベルじゃなくて構造になっちゃってるけど、こういうところにももしかして影響してくれるのかしらみたいな期待もあって、お高いですが結果を出してくれるアルビオンで、シミ毛穴、特に毛穴のね、ここら辺のこれをぼかしてくれるだろうから、それでちょっとチェックしました次、ジル・スチュアート。ジルはどっちかっていうとパッケージが可愛くって、中身はそんなこともないかなみたいなパターンが多かったかもしれないけど、ちょっとね、今回のジルは少し期待しているところがあります。ジル・スチュアートエアリーステイフローレスパウダーファンデーション、エアリーステイフローレス。まずフローレスっていうのは、あのフローレスフィットっていうカバーマークのもうアラが見えなくなるっていう、そのフローレスかいなと思ったのと、あとエアリー、この空気感、これがねちょっといいんじゃないかと思わせるポイントでした。 SPF が 22PA2+ で肌に負担かけずに、まあ、日常デイリーな UV カット効果、全10色、これもいい。ジルってもともと日本のブランドじゃなくてアメリカのブランドを日本に持ってきて日本バージョンにこう切り替えてる。でもちゃんと
全10色揃えてくれてるんですよね。ファームデで10色揃えてくれてる。すごくいいと思う。かなりこと細かな、カラバリがバッキッとね幅広く分かれた10じゃなくって、割と日本人の肌色に合わせて10っていうのを細かく分かれてる細かいカラバリだったらば、すごくこう自分の肌に合ってるものに出会えると思うのね。 8.5g で4500円。わあ、これはデパコスとしては安い方だと思う。お手頃だし、あとグラムが多くっても結局その冬一冬使えるのっていうのもあるから、9月7日発売ね、めっちゃ気になるわ。これね、フローレスって名前通り、デコボコをふんわりぼかしてくれる。で、ハーフマットな仕上がりにしてくれる。仕上がり感すごい。すりガラス状のベールを形成だって。すごいふわーって仕上げてくれるのかな。毛穴レス肌にしてくれる。これはちょっと、ジルの中でも買ってみたいなって思えるファンデーション。パッケージはすっごいいつも可愛いの。あと中身はね、クオリティなんだけど、今回は毛穴をこんなにふわっとぼかしてくれる。で、ガラス、すりガラスみたいにしてくれる。これいいんじゃないでしょうか。お手頃価格だし。っていうのでピックアップしてみました。次はね、もうパッケージがやばい。パッケージがね、やっぱりラデュレ貝殻。貝殻パッケージ。リミテッドエディションパウダーケースなんだね。SPF30PA2+ で、これも日常使いですね。ただ、空張りが3色しかない。これがちょっと気になるかな。4g で8000円。ちょい高めですね。レフィルは2500円。要はパッケージは高いのかな。そりゃそうですよね、この貝殻。ケース選べるらしい。この貝殻のは5500円。ケースだけだと5500円で。ノーマルなケースって言っても結構派手だけどね。ラデュレなりの派手さはあるけど、パウダーケースが1500円だって。だからレフィルの2500円と、ケースをいつものラデュレ特別にしなければ1500円だから、合計4000円で両方買えちゃう。4000円にするか8000円にするか。パッケージだけで、ケースで4000円の差があるっていう。でもこれなんか他の目で見たんだけどね、確かね、これ、なんか24金のメッキがとかってなんか聞いたんだけど、ちょっとそれまだすいません、リサーチ不足なんだけど、すごいね、このパッケージで買うならば、これ貝殻でしょう、みたいな。そこが、まず一つ、ビッグな気になる点。で、もう一個がね、青みパール。やっぱりね、今までこうマッチしたのは、青みがかった、こう変更パールっていうのはすごくね、ファンデーションに入っててマッチしたんですよ。それもあるんだけど、私実はラデュレに何度か過去にも行ってて、で、青みパールの入った下地とか、あと、まあ、クリーム状かな、リキッドとクリームの真ん中ぐらいのファンデーションをサンプルをいただいたんですけども、ちょっとね、書いて試したけどあんまり良さが分かんなかったんですよね。サンプルいただいて店員さんはすごく優しくしてくださったので、もう絶対次ラデュレ買うときはこの人っていうふうにちゃんとメモ書きしてるんですけれども、で、今回もしこれ買うとしたら、まず中身のサンプルもちろん試すけど、今度こそ青みパールがこう役立つっていうか威力を発揮するのは、もしかしたらリキッドとかクリームじゃなくてパウダーの時にキラキラ感をこう発揮してくれるかもっていうのは、パールが入ってこう液体の中に入ってでも、どのぐらいキラキラするか伸ばしたのに。でもパウダーだったらね、キラキラしてくれるかもしれないから、テクスチャー重要ですよね。そういうのも興味あった。だからラデュレはまずパッケージ、そして青みパール。ブルベだと青みパールすごくマッチするし、ただ白っていうよりも青みがかってるホワイトの方がナチュラルにこう輝きを出してくれるっていうので、ちょっとね、それ期待してます。次、エトボス。これはね、ナチュラグラッセと同じように敏感肌さんは
気にしてるブランドだと思います。エトポスタイムレスフォギーミネラルファンデーション、フォギーです。フォギーな肌好き、マット寄りな感じのね。 SPF50 プラス、50プラスだ、タッカーマックスじゃないですか。 PA4 プラス、どうしてこんなマックスにしたのかな、すごいね。まあでも秋冬でも焼けるとこにこう出そうな人はこのぐらい必要かもしれない。しかもデリケート肌の人はね。なるほどね。一応こういうブランドもあってもいいと思う。で全6色で 10g で4600円。まあエトボスそんな感じですよね。これは9月10日発売だって。毛穴やシワを瞬時にオフ、これですよね。凹凸カバー期待してます。敏感肌にも優しい、で毛穴の凹凸をカバー、しかも SPF PH が高い、 UV カット効果も高い、フォーギーな感じに仕上げてくれるっていうか、私にとって必要としている敏感肌向けとか毛穴をこう隠したいとかっていうのが全部揃っているので、これもチェックしてます。はい、次これはね、ちょっとビープロ持ってこよう。なんかね、もう日が落ちちゃったんですよ。日が落ちて、でライトだけ当ててるのでこっちの影がね。ディープログラム、このね新しいファンデーションパウダーです。薬用スキンケアファンデーション、名前シンプルですね。そう、スキンケア、ディープロはスキンケアしてくれる、敏感肌の人好きですよね。で医薬部外品 SPF17PA2+、 これは肌への負担を考えて UV カットレベル下げてきてますね。で全5色、まあ、どれか合うの合うと思う。すでに買ったことあるディープロのシリーズね。 10.5g で3800円、お手頃です。いいですね。いつ発売、もう発売してるのかな。まあでも最近の情報として出てるから発売してるかもしれないけど、最近発売かな。肌荒れ防ぐ2種類の薬用有効成分を配合。まずこうニキビ肌とか、まあアトピー系の敏感肌とかの方はディープログラムの薬用成分のおかげで負担はだいぶ軽減されると思いますね。スキンケアしてくれるけど色ムラ補正もしっかりしてくれる、ふんわりつくらしい、ややマットな仕上がりで、ディープロはこれはね BB なんですけども、よく振ってなんかねオイルとあのウォータリーとあって、それをミックスしてから使うんだけど、ディープログラムアレルバリア、なんかこうアレルギーをバリアしてくれそうな名前のエッセンス BB のライトカラー、これはね2色の色付きと色なしのクリアなとかあったかな確か。でこれ SPF40PA3+ で結構ね UV カットの効果も高いし、外を出ることを前提として花粉対策とかで使う方が多い。春先に買ったのかな。で敏感肌用のファンデーションをお試ししましたみたいな動画を以前上げたんですよ。でその時にバリバリ今も使ってるものもあるし、夏場はめっちゃ活躍したのもあったし、でディープロに関してはこれオイルが入ってるので、私はそのコンビネーションスキンだからちょっとねオイルは夏場ちょっと無理夏場は無理かなと思ってしばらく使ってなかったんです。で春もちょっとこうオイリー気味てた時だからあんまり使えなくて、実はすごいいっぱい余っちゃってるのね。でも秋冬は使うかもしれないから、これからちょっと活躍する可能性が大ですっていうのでちょっとキープしてます。確かにアレルギー反応は起きなかったから、なのでこのファンデーションもちょっと期待してます。パウダー系ファンデーションは以上で、次に同じパウダーだけど色味をつけるわけじゃなくてクリアな感じだから、ルースパウダーとかフィニッシングパウダー的なポジションのものをいくつかピックアップしてみました。でこれねずっと気になってる、まず一つ目ずっと気になってるんだけど、ローラメルシエのフィニッシングパウダーとかすごくいいって聞いてて、メイクさんもすごい使ってる方が多くて、
確かにふわっと仕上がるのはメイクさんの腕がいいのかどうなのか、ただまあいいんですよね。でずっとローラメルシエのパウダーは気になってたんだけど、今回ねなんか新しく発売されたローラメルシエ、あこれから発売だ、ルースパウダー、あこれじゃん。ローラメルシエのルースパウダーめっちゃ人気ですよね。ローラメルシエトランスルーセントルースセッティングパウダー、これですよ欲しかったの。10月3日に新発売、リニューアル発売っていうべきなのかな。だからちょっとね現在のローラメルシエ買うの我慢して、この10月3日結構先だけどすぐ来ちゃうけどね、10月3日発売のローラメルシエのルースパウダー、これいいよね、ルースセッティングパウダー試してみよう。ただちょっと気になる点があって、華やかなゴールドと温かみのあるピンクのパールをブレンド、ちょっとね赤みが出ちゃうからちょっとピンクパールはまあ嬉しくなくって、シルバー系だからゴールドも合ってなくって、そこが気になるかな。サンプルとかお店でちょっとね試しさせてもらってからかな。多分質はすごくいいパウダーだと思うんだけど、そういうちょっと私の欲しくないパールがブレンドされてるのが気になる点。 29g で4400円って、えローラメルシエってもっと高かったような気がするから安くなったのかな、このぐらいの金額でしたっけ、なんかもっと高かったような記憶があるんだけどっていうね、ちょっとルース系パウダー気になってます。はい、次、あそうこれ、これはねポール&ジョーのトップコートパウダー、トップコートって何って感じでしょ。ポール&ジョーボーってセッティングパウダーで 9g で5000円でね、ポール&ジョーは品質いいですからね、こんぐらいの金額でもいい結果出してくれるならば OK よって感じで、9月1日発売、人気のプライマーでこうベースを作った後にそれをキープする専用パウダーだって。ファンデーションでもないし、でもセッティングパウダーって書いてあるからちょっと待ってくるこれねすごい大人気のプライマー、ポール&ジョーモイスチャライジングファンデーションプライマー、私は S01 使ってます。でこれよりももっとすごいポール&ジョーあったんだけど、もう廃盤になっちゃって復活してほしいんだけど、なんか BB 的な役割でこの下地の効果もあるしファンデーションの効果もあってミックスしてるっていうね、凄まじいものをずっと使ってたんです。実はこれ人気でも知ってたけども、この人気なものよりももっとそっちの方が私には合っていて、ずっとずっとそれ使ってて廃盤になっちゃったんです。なんででしょうで、まあ、これねこのあもうすごく黒くなってんね、このプライマー、このプライマーとの相性を考えて作られたらしくってね広告をこう取ってあるんですよ、もう買う気ままトップコートパウダーっていう名前も斬新、なんでこれが生まれたかっていうのが書いてあって、ポール&ジョーの大ベストセラーであるプライマー、これですね、このプライマー、このプライマーとの相性を考えて作ったんだけど、多くの方が割とこのプライマーにパウダーはたいて終わりにするみたいな薄付きの薄化粧の方が結構いる。でそこに着目して、じゃあもうファンデーションをこう省略してこのプライマーにパウダー、わざわざファンデーションつけなくてもパウダーまあ、ルースパウダーとかですよね、それをパッとはたくだけでも完成するって人が結構多いというあの意見があったんで、じゃあポール&ジョーではこの下地ベースに合わせてファンデーションなしで一気にパウダーで仕上げる、そのパウダーを作ろうじゃないかっていうことでできたのがこのトップコートパウダーなんだそうです。ほう、肌のアラをナチュラルにカバーしつつ透明感をもたらすプライマーを塗ってその仕上がりの美しさをキープするためにパウダーを重ねるだけにすると、それゆえ程よいカバー力があり肌の凹凸をカムフラージュしてくれる、パウダー以上って書いてあるけどどうなんだろうね、まあプライマーとの相性を徹底的に考えてっていうのはまあそりゃねポール&ジョーのヒット商品だから
それを元に作っているんでしょうけれども、皮脂吸着パウダーや汗、皮脂に強いパウダーを配合、これポイントかなと。私冬でも普通にオイリーゾーンはがっつり油汗が出るんですね。油汗、汗と油分が出るんですよ。でコンビネーションスキンでもあるので、ガッサガサのとこはとことんガサガサになっちゃうから、これはおそらくオイリーゾーンだけに使うのがいいんじゃないかな。でラスティング力、キープ力も高いのね。でこれね、すごい安いの。レフィルが3500円でケースが1500円。まずレフィルだけ買って試すっていうのが、サンプルもらえたらいいんだけどな。こういうのってなんかこう成分を書いてくれてると嬉しいですよね。ただね、ちょっと見えないかな、ピンクなんですよ。ちょっとねピンクがかってるの、これが気になる。すぐね赤くなっちゃうから、顔はちょっとねピンクなのは引っかかる点ですね。そこかな。ちょっとねタッチしてもらって、タッチアップしてもらってから選ぶかもしれないけど、買う気はもう結構満々なのねあとこの粉っぽさがないっていうのもポイントで、パウダーとかブルース系のパウダーってこう粉吹き感を感じてしまうっていうのが、特に冬はそれがね問題になると思うんだけども、その粉吹き感を感じられないような仕上がりにしてくれるルースパウダーだったらば結構優秀ではなかろうかこれね発売日に買うかどうかめっちゃ悩んだの。エテュセ肌に合うんですよね私。エテュセのスキンケアパウダー、もう名前がね、そのパウダーでお肌をこう隠すんじゃなくてスキンケアしてくれる。で24時間つけたままで OK。 これは決してズボラな意味で24時間つけて OK だからいいなと思ったわけじゃなくって、あの私は自分の油とか汗とかでもアトピーが出ちゃうんですね。乾燥によるアトピーもあるんですよ。ほんとめんどくさくって、コンビネーションスキンでアトピー敏感肌だから、その乾燥によるアトピーも出るし、油でもアトピー出るし、自分の汗でもアトピー出ちゃうっていうね。なので寝てる間に油のところにパウダーをのせておけば、油がパウダーに吸収されるから、自分の油をできるだけこう肌に触れさせないようにできるかなっていうのがあったので、ちょっと注目してたんですよ。で実は店頭で試しました。でちょっと先にね、あのお名前を、エテュセスキンケアパウダー 10g で1900円、激安ですよねスキンケア効果も高くっていうプレストパウダーで、店頭で試した時にやっぱりね粉々感を感じました。だけどこれはあくまでも人の前に出る時に使うものではなくて、夜中こう皮脂によるアレルギー反応を抑える目的で使おうかなと思ってちょっとねチェックしているんですよ。店頭で試した時はね、やっぱりちょっとね、あのまだ知ってから間もなかったから、グッと買うのこらえて、よく調べてから買おうって思って今こらえてるところなんです。でもねちょっとこれだけね油で、あの特に皮脂が多いところに今アトピーが出てきちゃっているので、それを抑えるにはやっぱりパウダーなのかなってちょっと思い始めてる。で寝てる時にカラーパウダー使っちゃうと、あのシーツとかにファンデーションのね肌色のカラーがついちゃったりとか、落ちないじゃないですか。だからこれねホワイトなのかな、ノーカラーなのかな、そうなんか、そういうのはどっちみちそのカバー力とか求めてないから、もうホワイトとかクリアとかでもいいかなと思ってる。これがね1点目。で、ね、もう一つがすごい前々から気になってたんだけど、キャンメイク。キャンメイクはマシュマロフィニッシュパウダーってすごく大ヒットしてるの買ったんだけど、粉々感がひどくて使えなかった。でそれはね、粉々感が乾燥してるっていうようなイメージになって見えるのでアウトだったんだけど、どうやらこのキャンメイクのパウダーはね、シークレットビューティーパウダー、これ24時間使える、つけたままで眠れるパウダーっていうので、これもさっきと同じ、エッチュセと同じで粉々でパウダー感強くても
これで人前に出るわけじゃなくて、夜中寝てる時に油を吸い取ってくれるっていう目的だったら、あの粉々感の方がむしろ油分を吸い取ってくれていいんじゃないかと思ってチェックしてたんです。すでにこれもう発売されてたはずなのに、あれ新発売なんだと思ってよく見たら、若干リニューアルしてるらしくって、シークレットビューティーパウダー新色一色の02、何これ、じゃあ01があったのかな、01はもう売ってるってことですよねってな感じで、これすごいちっちゃい、ちっちゃくて、でミラーがついてるのね、でパフもついてるんだけど、ちっちゃいパフで薄いからちょっとパフは使いにくいと思うんですけども、出張先で寝るときにつけるときってあんまり大きいパフと持ってきたくないから、出張先で寝るときにつける油対策パウダーとしてはいいかもっていうふうに思った。だからエテセを通常の夜使って、出張先ではこのキャンメの夜つけるパウダー、これでいいかなと思っている。でちょっとこれ気になってるっていうやつです。24時間夜中つけるパウダーはエテセとキャンメが気になっております。めっちゃ暗くなってるちょっと待って、ここになんか乗せたいから、こんぐらいにする、うん、毛穴プルーフ肌、これね、毛穴を目立たなくしてくれる、ここですよね。ターンイドルルトラクッションパクト SPF23PA2+ で、これ日常使いを想定しています。全5色 14g で6500円、まあまあデパコスの中間価格ですよね。肌に塗布するとゼリー状のフォーミュラが、ゼリーなんですって、それがリキッドに変わるのね。ジュレが肌の体温とかでリキッドに変わってくるのかな、馴染んできてくれそう。で高密着かつ毛穴カバー、あのねクッションファンデーションってなんかね毛穴が余計目立つ感じがして、あんまり私好きじゃなかったのと、クッションファンデ用のパフが硬くてもうすぐにアレルギー反応がなんか起きちゃったんですよ。それで使ってない。で以前クッションファンデ初めて使ったのは、私がもうすごく肌に合っていると思っているブランドのエテュセ、前確か動画にあげたと思うんだけど、あのねクッションファンデがどうしても合わなくて、すぐにもうダメになっちゃったっていうか使わなくなっちゃったんだけど、それからクッションファンデがちょっと苦手だなっていうのと、あとクッションのところにこう雑菌が繁殖すると、何度も肌につけてまた戻してとかっていうのを繰り返して、その雑菌が気になって、汗とかかいてるところね、ちょっとティッシュオフしたとしてもまた直すから、パフにもついちゃうし、スポンジのあのクッションのところもついちゃうんで、それがねめちゃめちゃ気になって、なんて非衛生的で、だからアレルギーすぐ起きたのかなとかって思ってから使ってなかったんです。でもこのランコムの気になってるポイントは、毛穴プルーフっていうね、そこがすごく気になったんで、なんでクッションなのに毛穴が目立たなくなるんだろうっていう、そこら辺の疑問、でもランコムならばやってくれるかもしれないっていうところもあって、気になっているっていうアイテムでございます。次のクッションファンデは資生堂エリクシールシペリエルを、で名前がねツヤ玉ファンデーション、中にねレフバンパール、レフバンってあの板でこう光を反射してくれるっていう、レフバン撮影の時に使うようなの、それそのねパールが入ってるっていうか、パールが丸いんじゃなくてこう板状なのかなっていうところがすごく気になってるのね。で毛穴や色ムラをカバー、やっぱり毛穴カバーっていうのすごく大切、毛穴をカバーするのにマットな仕上がりじゃないっていうのはどういうものなんだろう、そしてレフ板の効果、レフ板のパールどういうんだろうっていうのも気になってて、ちょっとねこれチェックしてます。ただ結構ね安いんですよね、 10g で3500円で、 SPF は 28PA3+ 全6色っていうので、ちょっとねそういった意味で気になるクッションです。次これはねミシャって韓国ブランドかな、
ミシャね使ったことないんですけども、これ気になったクッション、クッションって言えば韓国発ですよね。なんかねやっぱり本場韓国のクッションで最近出たのでチェックしました。プロカバーっていう名前で、あ、カバー力あるんだろうなと。ミシャの M クッションファンデーションかっこプロカバー SPF50+PA3+ UV カットはバリバリしてくれる。ただ全2色、これがね空張りがちょっと少ないかな。で 15g で1500円、激安な、安いんだけど、なんか安いと若干不安もあるけど、その中身はマジックフィットパウダー、これですよ。なんか気になるの、マジックフィットパウダーがシワや毛穴を瞬時に補正。韓国コスメって結構その結果を出さなきゃいけないみたいな、韓国の女性の美容熱を考えたらそれなりの結果を出さないと見向きもされないみたいなところがあるという私の勝手なイメージなんだけど、だからねこのシワや毛穴が瞬時に補正、瞬時じゃなきゃ許されないのかもしれないねどうなんだろう。カバー力が素晴らしい、そして毛穴もカバーしてくれるクッション、クッションで毛穴落ちしないっていうのはねちょっと気になる点と、クッションファンデ本場の韓国からやってきてるっていう点もちょっとチェックしたいなと思ったポイントですね。安い、 15g1500円、安いですよね。8月31発売、そうちょっとこれ気になったクッションです。で次はクッションとちょっと違うけどスタンプ気になってるのは、アナスイ、アナスイのスタンプファンデーション、名前シンプル、最近なんか名前シンプル、名前シンプルですよね。で SPF20PA2+ で全3色ちょっと少ないかな。で 3g3000円、まあアナスイな感じですよねこれ9月1日発売になって、でなんでこれピックアップしたかっていうと、ソフトフォーカス効果、これですよね。毛穴凹凸を瞬時にカバー、どんだけ毛穴にこだわってんの私みたいなね。でスポンジポンポン塗り重ねるだけでドーリースキンに仕上がる。あのねスタンプものってどうしても毛穴がへこんでるところはこうへこんでるじゃないですか、へこんでるところにスタンプポンってやってもここだけ入らないんですよね、色が塗らない。だから余計毛穴が目立つから、スタンプでしかも毛穴や凹凸を瞬時にカバーってどういうんだろうっていうのも気になりました。あとね大好きなアナスイっていうのももうちょっと目を引いたポイントではあります。こういうねスタンプタイプなのに毛穴をカバーしてくれるっていうのが気になる点。もう一つね、これはスティックタイプなんだけどうおーと思ったのがイブサンローラン。私ね、イヴ・サンローランは、うん、割と若い時期から結構デパコス行っちゃってて、その時イヴ・サンローランのパウダーがなんて言うんだろう、リンゴ、リンゴで言うと富士のリンゴなんです。あー分かるかな、あの私リンゴの好き嫌いがめっちゃ激しくって、リンゴの中でも富士はすごい好きなのに他のちょっとつぶつぶな感じのリンゴが苦手なんですね、舌に残る感触。ちっちゃい時からリンゴは富士じゃなきゃ嫌だっていう子だったのはそれが理由なんですよ。なんかね層をなしているサクサクな感じの富士のリンゴが好きだったの。でこのイヴ・サンローランのパウダーもわ富士のリンゴみたいなパウダーが層状になってるのがね素晴らしいと思ったので、すごいちっちゃいパックで6000円でうわー高いけど効果あるなって感じていた、若かりしい頃なんですが、そのねイヴ・サンローランから出たファンデーション系だったらばまあ結果はすごいいいだろうと思って、イヴ・サンローランアンクルドポーオールアワーズスティック、オールアワーズですね全5色、9g で6500円、8月24発売、今日いつ、もう8月24になってたっけ、やばいやばい。でこれスティック状なんですけど、肌に伸ばした時にこうオイルが瞬時に揮発する、オイルがですよ、水分じゃなくてオイルがさっと揮発してパウダーだけが残る。これって確かポーラ BA の
バーム状なんだけどパウダー、パウダリーバームでしたっけ。あれは今でもね毛穴隠すのにすごい使ってます。なんでかっていうと、あのバームなのに鼻とか使うのってオイリーオイリーな気がするけど、バームなのに鼻につけたらバームじゃなくなってサラサラになるんですよ。でそうすると毛穴の凹凸も隠れてパウダー状になって、でもすごくしっとりしてくれるっていう、すごいのね。でそれがスティックになってるから外出先でこれ使いやすい。これならば指を汚さない。ソフトフォーカス効果、球状パウダー、ふんわり軽やかな仕上がり、でややマットより、これいいよね。そうオイルっぽいスティックなんだけど、描いた後パウダーになるから若干ぼかさなきゃいけないかもしれないけど、これはねオイリーゾーンにいいかもしれない。ポーラ BA を追加で買おうと思ったけど、こっちの方がいいかな。っていうかもう売ってるよね。やばい、ちょっと出遅れたかもしれない。あとねちょっとハイライター的なところでまたポール&ジョーンなんだけど、なんかねすごい人気のハイライター、これスティックハイライター3000円、これもう発売されてますよね確かね。また近所にポール&ジョーンのお店がまたできたんですよ。直営店かなあれ。そう、そこだったらば結構品揃え豊富かもしれない。はい、これは3種類のパールだからか、なんかね上品な感じなんですよね。グローオイルを配合してるハイライター、鼻筋、頬骨など高い位置に直塗りで立体感を出す、濡れたようなツヤ。私あんまりツヤ肌嫌いなんだけど、鼻はテカってほしくないんだけど、言葉はテカっても大丈夫。なんか涙っぽい輝きになるのはこれは大丈夫。ファンデーションプラスアルファ情報として気になってるアイテムで以上。長かったかな。もう編集でガッツリガッツリ切ってくんだけど、それでも長いっていうね。もう夜ですよ、お腹空いた。カレー食べようかな。じゃあ皆さんはどのファンデーションを買いますか。